ハンバーグの肉が黒毛和牛。粗めですね。いろいろしたんだけど、結局手で切ってるんで、肉汁の出方もそうですし、食感もそうですし、だから肉ってやっぱりその場所があるんですよね。硬いちょっと筋のあるようなところもあるし、手で切ってたらその部分を全部細かくできるんですね。